天地が天地がチャンスということで、今日はちょっと怖い系の動画になるけども、安心してください。そんな、いややめてっていうような怖い動画ではありません。今日は BB のリクエストの動画になります。以前ね、コメントで以前あげたね、詐欺寺とかあげたやんか。あの時にすごく評判良かったんよ。心霊 YouTuber なんかが行くところを取り上げて深掘りしてほしいみたいな、これをちょっとやるよ、これからどんどんやっていくよって言うたやんか。いきなりね、 BB からリクエストが来たんで、その辺ちょっとね、BB に聞いてみたい。 BB、はい、今日のちょっとあなたのリクエストは何かな。はい、その前にね、皆さんおはこんばんにちはです。はい、おはこんばんにちは。よろしくお願いします。あるよ。ある？ある、うん、その名は最強やないとあかんねん。最強ですよ、うん、その名は、うん、寒川集落。お、寒川集落知らんよ。やっぱね、結構ここもいろんな心霊 YouTuber さんが言ってんねんけど、確かに怖い。怖いのはもうそっちの動画見てもらったらいいやんか。寒川集落とこんな状況になってます、はい、ね、見てもらったらいいやんか。でやっぱ俺、やっぱ何回も言うけど、いろんな YouTuber が言ってんねんけど、まあ大体みんな降りたもんやわ、うん、現象的に、うんうん、ただやっぱりそうなってくると、そのこの間の詐欺寺、うん、みたいに、なんで廃集落になってしまったんやろっていうところに行き着くのよ、やっぱり、うん、そやな、うん、それを今回 JJ に調べてもらおうとリクエストしました。なるほど、はい、ということで頑張って調べてきましたよ。ということで、皆さん、寒川集落。これね、ほんと僕もね、僕は見ないのよ。心霊スポットのやつとかね、心霊マニアじゃないから見ないんだけれども、調べてみたらめちゃ有名やね、ここな。寒川集落。めちゃめちゃ有名。で、例えばですね、いくつか僕、これ、やっぱ動画見てみたんよ。一つはこの人。貧乏中年 TV っていう、この人。ね。うん、これ、心霊 YouTuber なんだけれども、この人面白いよ。面白い。ね、寒川集落で一人でキャンプ。ね。一人でキャンプしてみたら大変なことになった。閲覧注意っていうことで、この人も動画ね、ずーっとこの寒川が行ってね、こんなような形でね、何を言うてるかと言ったらね、女性の幽霊が漂ってるという動画になってた。恐ろしいよ、やるわ、こんな怖いね、一人で泊まってね。それとかね、ここ、オカルトスイーパーズっていうね、本当の恐怖というこの心霊 YouTuber もいてるんだけれども、この人たちね、何人かで行くんだけれどもね、いろんな、こう、怖い怖い言いながらね、日記を発見するんよ。で、日記に書かれた言葉の真相は、言うてね、謎の日記やと。で、何を言うてるかというとね、この村は、サブカーの村は、タブーを隠し続けた村じゃないのかと。おぉ。うん。こんなようなことをずっとね、このオカルトスイーパーで言うてるわ。で、この日記に出てくる N さんっていうね、人がやったら、謎の N さん、N さん。そしてね、やたら音がする、音がする、言うてね、こう、赤字でテロップ入れたりしながら、すごいね、タブーがあるよってね、言うてるわ、ここのね、うん、言うてた。言うてた。俺も見た、それ。それでね、超有名な心霊 YouTuber、だらしめん、やかず、この人。もうね、これも心霊 YouTuber ではピカイチ人気あるんちゃうかな。この心霊 YouTuber もね、何を言うてるかと、このやかずが言うてます。過去一番怖かった廃村やって、やかずが言うてる、うん。で、足音がするとかね、老婆の霊がとか言ってね。そうそう、なんと、老婆の霊がどうのこうのとか言って、これ、やかずの動画、なんとな、長編の動画やけど、前編後編に分けて2話、やってるわ。ということで、この心霊 YouTuber の動画だけ見てたら、この村一体何やねんと。めちゃめちゃ怖いよ。めちゃくちゃ怖いよ。このそこ行くなよと思うんやけれども、ね、調べてみました。サブカー、ね、なぜ廃村になったのか。なぜ、こうなってるのかっていうところを調べてみたら、意外な事実
がたくさん出てきたということです。よろしいでしょうか。それでは調べた結果報告お話をしていきたいなというふうに思います。まずこの寒川集落は400年の歴史がありました。このね、この山あい、この山の本当の中腹で、もう下っていったらね、もう5時間ぐらい人の頭で離れてるところに400年前にできた集落です。400年前と言うたらちょうど徳川幕府ができた頃やね。戦国時代が終わって徳川の時代。ここの古い歴史があった集落です。で、最後に話しますけどね、これ本当涙の、この、廃村なんですよ。集落だったんですよ。で、50世帯ぐらいが住んでたね、集落なんですけれども、明治時代、江戸時代からずっとね、これあるんですけど、明治時代はね、200人以上の人がまだ明治には住んでいた、これ、集落なんですけれども、昭和11年、1936年にね、大火事になるんですよ、この村。ものすごい火災に見舞われて、大半の家が、焼けてしまうんですね。で、この時に、多くの住民がね、転居しています。この火災で。それまでは200人ぐらいおった明治時代はね。で、火災があったと。ところがね、これね、この村ね、復活しようね。1959年、昭和34年頃から、なんと、ね、日本すごいね、ダムの開発事業が始まるんですよ。寒川ダム。ね。で、このダムの開発によって、再びブワーっとまたこれ活発する。ね。そして、寒川ダムの建設関係者なんかも住むようになってね。また活発化していく、戦後昭和34年ぐらいにね。で、今度、1965年やから、昭和40年ぐらいかな。また200人ぐらいまでのね、集落維持しとったんやけれども、今度またこう、なんていうの？林業もやって、昔の400年の歴史があったっていうのはこれ林業なのよ。だからこの山の真ん中にこの林業をやってる人たちが住んでたんやけれども、だんだん林業がまた衰退していったりして、また、人口がどんどん減り始めて、それから、1980年。ね、昭和55年ぐらいにはね、もう集落の、もう当然これ平均年齢が70歳以上ということになってね、もう超限界集落になっていく。つまり若い、ほとんどおらなくなっていったということなんですよ。これが昭和55年ぐらいです。で、車持ってる人も少なかったんで、日常の買い物に行くのにも5時間ぐらいかかるいうことでね、もう限界集落に近づいてるということやったよ。そして、1989年。ね、もうつい最近やね、最後の6世帯、13人です。ね、もうこの時、1989年最後の6世帯、13人がね、もう集団でみんなで話し合って、集団で離村して、廃村となっています。寒川の人たちは、なんとか山に残れないかと何度も話し合いを重ねましたが、結局、山を降りる決心をしたのです。国土庁の過疎地域集落整備事業に沿って寒川から10キロ下った山のふもとに6戸の市営住宅が作られ、平成元年3月、6戸13人全員がここに集団移転したのです。実はね、これね、最後にね、1世帯だけ夫婦で残られたんですけれども、この1世帯が1998年平成10年に、村を出られたので、この時にですね、正式には廃村になっているということなんですよ。つまりこれ400年の歴史がある、このところが、ダムの建設、林業、発展、衰退、火事、いろんなことに見られながら最後まで、残ってたね、何世代だったかな、13世帯かな、が、こう、まあ、離村して廃村になった村やねんけれども、ちょっと考えてほしいねんけど、皆さんね、今、住んでるところ何年住んでます？うん。皆さんのお父さんとお母さんそこに住んでた？お父さんのお母さんのおじいちゃんとおばあちゃんそこに住んでた？そのようにですね、400年そこに住んでたっていう人は、ずっとお父さんも、おじいちゃんも、おばあちゃんも、ひいじいちゃんも、ひいじいちゃんもずーっと、
とそこへ地の人たちだったから、ものすごく自分の住んでるふるさとというよりも思い入れのある土地、これを離れるわけやから、ものすごい涙やったんよ。この土地からは離れたくない、この土地からは離れたくない、どないしようかな、どないしようかな、悩んだ悩んだ末に、これね、みんな村を出ていくんやけれども、お墓とかね、心霊 YouTuber が行ってお墓がどうのこうのとか、なんでこんなにものがあんねんとかいう話があるけれども、ちゃんとね、このお墓もね、お墓のことを一番、やっぱり400年も歴史があるわけやから、ちゃんと最後にね、お墓あげっていうのを村人全員でやってるのよ。お墓あげっていうのは、そのお墓からお遺骨を出して、もうお墓じゃな、もうこのお墓ありがとう言うてね、やるお墓あげ、こんなこともちゃんとやってるんですよ。ちゃんと動画探してきた、当時のね、海村の前にお墓あげするのは、もう村人たちがこんな風にやってたよ。ね、それでね、いろんなね、村の人たちがね、この、村を出ていくときにね、やっぱりさっき言ったように、もう出たくないのよ。思い出がいっぱいあるからね。出たくない。ね。でも、出なあかんいうことで、この村人の人たちね、最後にね、今、心霊 YouTuber が行ってね、ここが怖いお墓があるとか言ってるところに行ってね、どんなことしてるかって言ったらね、ちょっと見て、このお墓とか、こんなことしてはんのよ。集団移転の前日、川野さん夫婦は村の一番高いところにある墓地に向かいました。奥さんはお墓のことを一番気にしていました。サブカーを守り育ててきたご先祖様に申し訳ない、それも自分たちの代になって山も屋敷も見捨てることになった、こんなに辛いことはないと言います。ちゃんと手を合わせてね、今までありがとうで手を合わせて、ちゃんとお墓あげもしてね、そしてもう自分たちはもうこの村を出ていくときにね、ちゃんと法律も守ってはんねん。村を出ていくときに人が住める状態で家を残してはいけないらしいのよ。ちょっとこんなインタビューも残ってるから。人が住まわれんごっても、それから炊事場と、はい、壊さねえか。あ、炊事場なんか壊して、はいはい。持っていくにも、もうそんなにたくさん持っていかれんでしょう。なんとか話し合いして、出るときにはみんな一緒に出ろやっちゅう話だったから、ほんでまあ寝ておりながらもう本当に涙が出るぐらい寂しかったですが、ね、そういうこともちゃんと考えながらやって、ね、ただ家でね、なんでこんな家の中がね、このめくられてんやろ言うたらね、ちゃんとさっき見てもらった映像のようにね、ちゃんとやってるわけよ、ね、ほんで最後にね、みんなが荷物を積んでね、みんなで一緒にこう村を出ていくときにね、すごくね、長い間住んでたね、おばあさんのちょっと映像があるからね、それちょっと見てもらえるかな。さっき感じのやつだね。やはりふるさとは一番。でやっぱし、東京に行ってる時が一番でしたね。母がほら小包とかだから送ってくれるともうすごく泣いてました。いつももう私もほら涙もろいしでね、悲しくなっちゃって。こっちの中が少し嵐が。少しずつ壊されていく家の中、こっち、花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 、
奥さんの芳子さんは遠ざかる家を振り返ろうとしませんでした。このね、住んでたおばあさんね、自分の家から荷物積んでね出ていくときに、もう自分の家を見ることさえできないぐらいずっと下を向いてね、本当にありがとう、ごめんね、出て行ってって、400年ずっとね、ここに住ましてもらったのに、私たちの都合でね、この村を出て行ってごめんねって、自分の家を見ることもできない状況で、泣きながらね、この村を出て行ったと。そりゃそうやよね、こんなずっと住んでるとこ出て行きたくないよね。だけど、ちゃんとね、荷造りをして、畳上げっていうのもして、ね、さっき映像出たら、ちょっと畳上げして、次誰も住めないようにしたらあかんとか、ちゃんと守ってね、やってるわけですよ。つまり、なんていうかな、この、寒川集落っていうのは、本当に栄えて、ダムができて栄えたりして、そして400年の歴史の中でみんなが頑張ってきた村やけど、もう高齢、70歳超えて、もうどうしようもない人たちがね、さっき見てもらった映像のように、ちゃんと国が、住宅も用意して、そこへみんなでその住宅に移動してはんのよ。だからね、高齢の人たちやから、まあ、YouTube とか見てはれへんと思うけどね、今の心霊 YouTuber が、自分たちが住んでた家とかに土足で入り込んでいってね、ここに老婆の霊がいてるとかね、なんかそんな、気色悪い何があったんやろうとかね、この村には、なんかタブーがあったんやとかってね、自分が住んでた家に、そういう YouTuber が入って、やってるの見たらね、もう、あのおばあちゃんらもほんまに気絶してしまうぐらいのショックを受けるんじゃないかなと思うわ。そやから、いい加減なね、話でね、自分らが怖がらせようと思ってね、過去のことをきっちり調べんとね、そんな苦しい思い、悲しい思いをしていった村、背景がある歴史ある村にね、土足で入り込んでね、ここは心霊スポットやなんてね、いい加減な話で、ちょっと僕はいかんなっていうふうに正直思ったら調べてみてね。まあ、そんな村やったんよ、ビビ。すごいね。なんか寒川集落言うたら、ほんまに怖いイメージしかなかったけど、もう住んでる人たちのね、ここで見られへんと思うけど、俺全部動画拾ってきて今、ここで YouTube で流してるけれども、もうみんなほんま純粋でこの村で育ってきて、そして中学校とか学校の卒業式の映像も流したんやけども、よく映るわそこも、もうみんな泣きながらね、卒業していってるわ。寒川小学校最後の卒業式が行われ、この日を境に学校は廃校となり、児童を持つ家庭6戸が一挙に山を下り、人口も20人減少したのです。やっぱり思い入れあるやんか。あるよ、やっぱそういうとこ、ただ単にさ、そういうふうにしてちゃんと、守ってはんねん、家の中も畳上げして、そうやね、ちゃんと出ていかなあかんと、でも昔火事になった家とかも確かにあるからね、それ薄気味悪いのはわかるけれども、そこをなんとかね、みんなの力を合わせて村人全員で林業をやったり、ダム建設があったり、いろんなことを乗り越えてきて、で最後に自分らがもう5時間もかけて車もないしね、国の言うた通りにね、離村しよういうことで国が用意したとこに引っ越ししていくね。もう泣きながら引っ越していく。わかるわ。やっぱ400年の歴史ずっとそこでおったんやもん。離れたらいいよ。そうやな。そうなるよね。もう全然あるやね。だから、今のこう調べてもらった内容を聞くと、なんていうの、すごい暖かい村よ。もう、村全体が暖かい。暖かいわ。すごい。だから、その土地の神様なんかも喜んではったと思うよ。そんだけ気持ち込めて住んでもらってて、出る時もちゃんとしてくれたんやったらね。あらね、ここで僕しっかり、動画もいくつもね、長いいろんな動画開いてきて、こう、くっつけたような動画をね、
あの流して見てもらった通りですわ。あの本当にいい村、うん、そんな心霊というか事件も何も起こってない。あのいろいろ調べたけど、そこで何か事件があったっていうのはこれっぽっち1ミリも出てこないぐらいは、うん、もう本当に、うん、素晴らしいあの村やわ、このサブカ村っていうのは。わかりました、ありがとうございます。ということでね、心霊 YouTuber の皆さん、ぜひですね、この JJ チャンネルを見ていただいたあなた、ね、次、もう一回、寒川村に行って、どうもすいませんでした、という動画を上げなはれ、いうことです。ほんまやな。はい。うん、ということでね、今日は廃墟じゃなくて、廃村の深掘り、僕の方は調査をさせていただいた動画になったんだけれども、ということで、最後のショートコーナー、はい、ね、いつものように、ビビ、なんか気になるコメントありましたか？はい、ありましたよ。うん、前回の動画の連合赤軍の三角ベース事件。あ、うん、連合赤軍の人気のない動画。はい、人気のない動画、うん。そう、あんまり回ってないんですけど。俺は興味あんねんけどな、革命。ロマンがあるから、革命には。これは誰の企画やったかな。僕が大好きだから。で、連合赤軍の次に日本赤軍もあげようかな、中核派もあげようかな、思ったけど、あんまり人気ないね。まあ、その辺は真偽だね。うんうんうん、その中の、あの動画の中のコメント。俺、ロマンチストやからね、革命戦士好きなんよ。これは斎藤厚さんかな、うん、うん。のコメントです。ありがとうございます。正義という言葉は難しいですね。うん、その人その人で変わる、その人その人で変わるでしょうし、うん、同じ人でも状況で変わるでしょうからね、と。うん、でも、不死伝説を見ることは正義ですよね。不死伝説そうそう、不死伝説ファンがここに。不死伝説。いうコメントをいただいてます。まあ、気になると言えば気になるけど、不死伝説もやめますから。あれ、俺的には好きやねんけどね、10回ゲームやってみんなとこうやりとりしたりとかね。うん、まあ、ライブ配信ではいいかもわからんよ。ねえ。ラーメン、つけ麺、僕、イケメンじゃなくてね、ラーメン、ビリケン、僕、タムケンの方がええよね、絶対。はい、そういう感じですね。うん。まあ、コメントありがとうございました。ありがとうございます。はい、不思議です。残念ですけど、一応僕の中ではもうエンドです。終わりました。プレミアが始まったり、どうしてもやってくれとかいうね、声が大きかったら、不死伝説再開したいと思いますけど、はい、今封印ですわ。封印です。はい、はい、耳もあんまりつけちゃうみたいまあこれからこの心霊系のねところどん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 深掘りしていきたいなというように思ってます。はい、今日はサクッと短い動画でよかった、はい、なんと20分切っております。よーしゃということで、最後にですね、ぜひ皆さん、チャンネル登録を忘れておりませんか？そこのあなた、そこのあなた、そこのあなた、今チャンネル登録のボタンを押すと運気が上がる、グッドボタンを押すともっと上がる、みたいなね。はい。上がります。よろしいですか？はい。はい、以上、JJチャンネルでした。